今の北九州にとって必要なプレーだと思いますね、うん、なるほど。そしてムサカからここはチャンスになった。いやー素晴らしい。走る前川、前川へのボール、キーパーと1対1、前川かわした、岡西をかわした、少し大きくなった前川、シュート打った、ファイセブ最後詰めた。高橋大悟右足は打たなかった、折り返した、シュート決まった。トップの位置も上がってきました。このボールはどうでしょうか、小野さんは追いつけばですが、グラウンダーのクロスが入る、シュート打っていった。いいストーリー、はい、富山ボール要求、そう富山のところヘディング決まった。は柔らかいボール、藤谷、藤谷の右足ヘディング、さあここも高橋奪った、うん、そして富山につける、富山切り返した、うん、